父さんが亡くなって母さんと僕はおじいさまと一緒に暮らすことになった。父さん、でも僕には大好きな母さんがいる。おじいさまだって父さんの父さんだもの。いい人に決まってる。お前の母親には出て行ってもらう。ドリンコート家に外国人はいらぬ。母さん、母さん。どうも、タブヤンです。今回は単発実況、ファミコンクソゲー100選、昇降士セディ、プレイしてみたいと思います。こちら1988年日本アニメ、フジテレビ、フジミックさんのファミコンソフトです。アドベンチャーゲームかな。はじめまして、やっていきたいと思います。母さん、あれ、フルート、吹きながら歩いているのか。なんだこの独房みたいな。え、自宅かこれ。あ、ジャンプできる。え、なにこれ、この孤独感半端ないね。うわ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 、誰だ。ハングリーベアレストラングラドウェ店が新装オープンだよ。開店記念お試し券をどうぞ。ありがとう。訪ねる店の場所。あ、馬車か。え、母、アニエルルという人を知りませんか。僕の母さんなんです。ハングリーベアレストラングランドウェ店が新装オープンだよ。ダメだこりゃ、同じことしか喋らない人だ。セディ、扉がいっぱいあるけどな。その新装オープンした店はどこなんだい。あ、こっち行けた。あー、なんかいっぱいいる。え、すごいいっぱいいますけど。お、お、お、やっと見つけましたよ、セディさん。さあ、お勉強しましょう。リヒテンシュタインの首都は、え、ベネルクス。なんですこんな簡単な問題ができないんですか。赤毛のアンの舞台になったのは、赤毛のアン、カナダかな。よくできました。カブトムシはどっちの仲間。え、カブトムシ、クワガタ。なんですこんな簡単な問題ができないんですか。乙女座の中で一番明るいのはデネブかな。なんです、問題難しくないですか。世界一高いところを走る鉄道がある国は。スイス、ペルー。スイス鉱山鉄道とかいう、気がするな。スイス、違う。100ボルトの電圧で5アンペアの電流が流れていると、500ワットじゃないの。500ワット、よくできました。月が、え、問題な、長くないですか。月が太陽の光を遮ってできるのは月だから月食かな。あ、違う。いやいや、まだやんの。アスンシオンはどこの国の首都。ニカラグア、知らないわ。木星の直径は14万キロ。16万キロ、知らんわ。16万、ダメだこりゃ。アルキメデスがテコで動かせるといったものは、月。のぼっちゃん、アーチェリーの的で得点が高いのは白と赤。赤じゃないのかな。
よくできました。逃げる、クセディは逃げ出した。クーじゃないのか、カッコか。捕まったらダメっぽいね、これ。ジャンプで避けるんだ、ジャンプで避けて、あー捕まった。また勉強すんの嫌だ。このゲームクイズ番組なんですか。1815年セントヘレス、ヘレナ島に流されたのはナポレオン。フルトンが初めて蒸気船を走らせたのはハドソン川かな。クンルン山脈はどこの国、知らない。ウィーンが異議、ウィーン会議議長は誰、知らんわ。答えるまで終わらないのかな、これ。馬の走り方で一番速いのはギャロップ、トロット、ギャロップ、週刊ギャロップ。逃げろー、今度こそ捕まらないように。あー無理だってこれ。なんでずっと続くのこれ。ヴィーナスの誕生を書いたのはラファエロじゃないの、違う。頭でかいなこの人。コペルニクスはどこの国の人、知らん。日本からの電話が初めてつながった国はフィリピンかシンガポール。なんか戦争の時とかかな。フィリピンじゃない。アルカリ性食品はどっち、チーズかバナナ。アルカリバナナ、よし逃げろー。もう絶対無理じゃんこれ。インカ帝国を滅ぼしたのはコルテス。第1回ノーベル賞を受けたのはレントゲンさん。逃げろー、ジャンプ、あー捕まった。お城に帰りましょう。あらまあ、また明日。今日はここまでにしましょう。ではリセットボタンを押しながら電源を切ってください。結局この人としか会ってない。母親を探すね、目的なんですかね。紹興酒セディ、原作のアニメ見たような気もするけど全然覚えてません。それではまた次のファミコンクソゲー100選でお会いしましょう。さよなら。問題難しかったよ。